こちらは日本初の月面探査ロボットとなったソラキューです。新潟市の小学校でこのソラキューを通じて宇宙に興味を持ってもらおうという特別授業がありました。新潟市の岡方第二小学校、さまざまなロボットとともにソラキューが並んでいました。去年9月、月へと打ち上げられたソラキュー。球体から変形し、独特の動きで月面を進みます。モチーフはウミガメ。 JAXA などとともに共同開発したのが、さまざまな変形ロボットを手掛けてきたおもちゃメーカーのタカラトミーです。おもちゃの技術を入れることによって、私たちは月に行くまでは小さくして軽くする、でお金を安くかけるようにする。でも月に行ったら大きくなってパワーがある。1月には月面で写真の撮影に成功。完全自立ロボットとして世界で初めて月面探査を達成しました。児童はソラキューを通じて宇宙への興味が湧いたようです。月に水があるとか、あれみたいな証拠っていうか、あるカモンみたいなものとかあるんですか？岩石の岩とか石の中にですね、微妙な本当に少ない量の水分が、含まれていたりとか。月のことについて学べたかなと思います。たくさん勉強して月に行けるようになりたいです。児童はアンバサダーとして今後もロボットや宇宙について学びます。